21日ぐらいやると気持ち悪くなるんですよ。やんないと3週間、気持ち悪くなったらチャンス、ね、今日自分体やってれば気持ち悪くなったらチャンスなんですよ。YouTube の、ね、動画もそうじゃないね、3週間までやってると気持ち悪くなるんですよ、やんないと。だからポンってもう取り出すんですよね、 YouTube 気持ち悪い。だから最初の段階が3週間なんですね。そうですね、でも3週間も結構ハードがあると思うんで、まあどんどん細分化してやればいいです、ね、ということでね、よくね、YouTube に関してね、最近はちょっと有名になってきちゃって、YouTube の動画やってる人に聞かれる質問が多いのは、なんで継続するんですかっていう問題が多い。なんでそうやってずっとやってるんですかみたいな。なんでやってるんですかって言われたら、もうこれしかないよな。やんねえと気持ち悪いからやってんだけど。というところまでね、持っていくといいかなというふうに思っております。だからちょこちょことずつね、継続して、要するに自分をいじめねえってことですよ。自分をいじめねえってことですよ。それは僕に、ね、この中のクラスの、ね、教室の中にも海に行けって言われて行ってない人もいます。また今日やるからやりなさいです、また。ね、ということでね、どんどんやっていってほしいんですね。はい、であと豆腐ですね。コースの話をして、まあ、タンクの話をね、して、で、ちょっと4番目のね、なぜ勢いがあるかっていう話はね、ちょっと今させていただいたんですけど、やっぱり、一つにまとめるとしたら、こうですね。このタンクです。こう外まで、こっちよりも大事ですね、こっちは。で、こっちをね、溜めていってほしいですね、どん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 ね。で、溜め方は今日教えたんで。とにかくこれやるです。トイレの中でも見せたんですよ。トイレね。必ず行きますね、トイレね。トイレ行ってる5分だけは絶対やろうと決めればいいんですよ。わざわざ海に行く暇があったら、まあ、僕は海が好きで行ってるだけなので海って行ってるだけですから、ね、とにかくね、この時間をね、1分でも多く持たれると、なぜ人生がこういうふうに自分は生きてるのかなって信念がどんどん出てくるんで、ね、ます。で、最後、あと3番ですね。ちょっと僕さっき持論を言うとか、ね、言ってちょっと言わなかったので言いますけど、こんな天文先生の本とか読んでるとこんな感じかなと思うんですよね。まあ、例えば地球があってね、こう元気がいい人と悪い人がいるじゃないですか。要するに成功していく人としていかない人ですよ。分かりやすく何が違う、何が違うというと、こういうふうに感じたんですね。要するにこれほとんど水でできてますから、僕の体も。元気いい人って要するに水いっぱい持ってるんですよ、これ、ね、で元気良くない人って少ないんですよ、タンクが。でなんでっつったら、このタンクが小さいからでかいからなんですよ。ちょっと女性もいっぱいいるんでね、ちょっとこの例がいいかどうか分かりませんけど、これ全体が火があって、まあ、ドラゴンボールで言ったらカメハメハ、ワンピースで言ったら覇気、そんな感じですよ、ね、要するに木みたいなものですよ、ね、で、飛ぶ鳥を落とす勢いってあるじゃないですか、飛ぶ鳥を落とす勢いって、あれ矢で鳥を撃って落とすんじゃないんですよ、あれね、調べて分かったんですよ。飛んでる鳥まで火で発する木で落ちるぐらいの勢いって意味なんですね。だから矢で撃つわけじゃないですからね。冒険調べたんですけど、あ、そうだったんだと思ったんですけど、その時に木って思ったんですよ。で、この木のね、おそらく絶対の量が統一されてると思うんですよね。だから戦闘までしかなかったりするんですよ、量がね、で、それをこうなんか分け合ってんじゃないのみたいな感じで、まあ、僕は感じちゃったんですよね、海あるって。だから器がでかくしとかないと入ってこないんですよ、火が。全然ね、なんか悪いことが起こってなんか元気ねえよってなったら小さくなってる、タンクが。そしたら入ってこないと。
だからますますね、まあ、これからはちょっと心をねちょっと強化するっていう時代が、ね、非常に大事かなっていうふうなことはちょっと天風先生の本とか読んだりして、ね、それはちょっと感じ始めましたね。だからここからねちょっと単行を少しでかくもうちょっとねでかくしようっていうようなことをね、考えるようにはしました。はい、ちょうど30分になりましたので、ね、ここで僕の話を終わりにしたいと思います。まあ一個でもなければ良くなればと思います。どうもありがとうございます。後藤先生、素晴らしい講演をありがとうございます。